長いね。長い。遅いよね。仕事が遅いのかな。こういうね、書類送ってくるのは早いんだよ。金出せ金出せって言ったからね。もしもし。なんだよ。もしもし。もしもし。広島観光の久保です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。有本哲也さんでよろしかったですか。はい。有本さん、この度私の方に納付通知書を送っていただきましてありがとうございました。いいえ。で、この2万円を払えって言うんだったら私は結局払わないといけないんで払うと思いますよ。で、言いたいのはこれね、私の知らないところで何こんな勝手に裁判とかして支払い確定してるのかっていうところと、私は手続きにのっとって顧問にお願いしてちゃんと更新をしてるんですよ。なんでこういうことになるんですか。それはね、会社の登記をするのに変更手続きとかって、はい、変更事由が出場してから、はい、期間が決められてるんです。はい、はい。はい、裁判所の方が通知をするんです。はい。で、裁判所の方がそれを見て、うん、手続きを怠っていたものについて、誤治療という処罰をですね、するかしないかというのを決めて、うん、で、それが、この方についてはいくらの誤治療にしますということを決めて、で、どうしても誤治療を検察庁がしないといけないので、はい、裁判所の通知に基づいて検察庁の方が告知書を送させていただいているんです。はい。で、久保さん多分、お任せ、司法書士さんから大体お任せしていると思うんですけども、はいはい、その手続きがきちんと期間内にされているかどうかというのをですね、きちんと確認されといた方が、有本さん、免許証ですら通知が来るんですよ、もうすぐですよって。そうですね。なんでそっから来ないんですか。こういうの狙ってるんですか、忘れてるの。狙ってるんじゃなくて、うん、多分うん、たくさん法人、登記されてる法人たくさんいるじゃないですか。はいはい。ですんで、その方々に登記の時期ですよみたいな感じというのも、登記の時期もそれぞれはい、で会社の取締役会とかで決めたりして、はい、で通常だと3年とかですけれども、うんうん、はい、ある手続きを取れば10年とか、はい、そういうのを決められるじゃないですか。はい、でそういうのに基づいてやってるので、もうその通知をどうこうとなると、法務局の方にですね、どうしてこういうのを通知してもらえないんだっていうのを言わないと、こちらの方からどうこうっていうのは言うことはできないんです。有本さん、申し訳ないんですけど、うん、この件についてはあっちで答える、この件についてはそっちで答えるって言って、結局明確な答えどこに行ってももらえないのと、私たち毎日金稼ぎしないといけないんで、こんな電話してらんないんですよ。その辺ね、そうでしょ、月末になったら給料入ってる公務員さんと違うんで、僕ら月末まで売り上げ取んなかったら飯食えないんですよ。でその中で税金も払うしね、決められた通りに過料が発生したなら、あ、これ申し訳ないなと思ったら払いますけども、今回申し訳ないなんて何にも思ってないですよ、こんなの。どっちかって抜き打ちみたいなことされてね、真面目にこのコロナ禍会社潰さずにやってきて、借り入れも起こしてね、ゼロゼロ融資も結局免債にならずに苦しいですよ。そんな中で、あ、年越そうかな、なんとか行こうかなと思って、こんな2万円払えとか言って、これはちょっと心砕かれますよ、これ。だからね、ここで愚痴ってもしょうがないのはわかりますけども、有本さん。
あの、繰り返しますけど、免許証ですらね、NTT の、何、508円払いだって、いきなりはこんなこと来ないわけですよ。延滞料も取らずに告知があるわけですよ。どんな民間企業でも。だからその辺の手間、まあ、ここで言ってもしょうがないのか。もう、何が言いたいかっていうと、あの、問い合わせっていうか、僕ら国民が知りたいのはね、行政を司る方とか、司法を司る方に、一つお尋ねしたら、そこで全部答えてもらわないと、あちこちできないんですよ。検索しても限界があるし、うん、もうなんか、この問い合わせだけでも、電話待たされりゃ、もうね、チャンスロスを起こすわけなんですよ。もう何にもできないですよ、これじゃ。たかだか2万円だから払えば終わりなんですよ。こんな電話しなくても。でもこういう小さい金額積み重なったら、やっぱりね、毎月の利益超えるんですよ。しかも、いいことをしても、ちゃんと丁寧に利益出しても、税金が高くなるだけで、まあ、インボイスとか始まってるわけじゃないですか。で、はい。すいません。裁判所のね、はい、関係者ね、下の方に書き、もう家に雰囲気で書いてあるかもしれないですけど、はい、この決定の裁判に不服があったらね、正面で受け取った日から1週間以内に申し立てができますよって書いてあるんですけども、わかります。わかりました。あ、その辺ご説明いただく方もわかります。そんなことのために2万をね、払うでしょう。めんどくさい。確かにそうなんですけど、こん、そうでしょ。これ抜き打ちですよ、こんなの。十分わかります、有本さん。やっぱ割り切れないのは、僕らにはこうやってこんなたった2万でも来るわけですよ。それは行政が行き届いてるなと、本当に検察庁の方とかね、裁判所の方はちゃんと仕事してるなって、そこは認めますよ。自民党の裏側にどうしたんですか、あれは。やっぱ強いものだから黙ってるんでしょ。大きくないけども、ああいう人こそ上げないといけないのに、1000万とか1億単位は野放し放置なんですか。抵抗できない我々民にはこうやってね、たかだか2万でも手間かけて請求に来るわけでしょ。そういうところがあれば、これは俺だけなんで払うんだよってことになりますよね。だからそういうバランス考えたら、どうもね、あの、このままでいいんでしょうかと、有本さんにもどっかの飲み会で愚痴ってもらいたい。俺はなんかこんな苦情が来てめんどくさい対応したんだとか言ってからね、うん、はい、もう言いたいこと言いましたんで、払いますけども、うん、いいんですけどもね、有本さん。ぜひね、この国民の嘆きを分かっていただきたいなと、私は払えるから払いますけど、この2万を払うことによって、クリスマスプレゼントを子供に買えないお父さんもいるんですよ。確実にね。うっかりしたからあんたのせいでしょ。確かにそうだけども、これはあんまりじゃないですか。会社が10年間持ったわけですよ、うちも。ほんで2万円もらってもいいぐらいですよね。この時代に。すごいでしょ、どっちかっていうと。潰さずにやったんだから。報奨金くださいよ。はい、以上です。すいません。ありがとうございます。聞いていただいて。はい。きっちり収めます。はい、有本さん、どっかで必ず今日の件愚痴ってください。お願いします。ありがとうございます。聞いていただきまして。お疲れ様です。はい、失礼します。ということでね。有本さんはいい人で、ユニークな人でした。まあでもいいですよね。もうこうやってね、ちゃんとね、代理の人に愚痴るんじゃなくて、ちゃんとここにね、印鑑をした責任のある人に詰めていかないと。どうせ金払うことになるんですから。ね。言いたいこと言わせてもらいましょう。これが、行政に携わる人の仕事ですよ、クレーム対応も。ね。クレーム対応は、お任せした電話番がやるだろうと思わせてるから、めんどくさいことをね、どん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 下に押し付けてくると。もうふざけろよと。2万ごときでね、服申し立てするかって。書類書いて、やり取りして、で2万が免除になりましたって。その間どうするんや、俺たち。飯食わにゃいけんのに。ね。ということで、国民の皆様、そして事業者のね、事業主の皆様の悲しみを代弁させてもらいました。俺にばかりやらせないで。それでは、お疲れ。